い、どうもマノチです、よろしくお願いします。はい、あのね、今回はねちょっとキャラ増えたんだ。あられちゃんとね、ラッキーマン、あとケンシロウとかサスケとか、はい、購入しました。あと中二病全開ヒエとかね。はい、で今回はねあられちゃん使っちゃおうかなと思います。あられちゃん使います。はい、でここはいつも通りランダム。ケンシロウ、お前はもう死んでいる。ぶっつぶす、ぶっつぶすってそんなキャラだったっけ。じゃあ千鳥、あんまり技知らないんです。暴れるぜ。おい、ナルト、ラッキー、あ、ラッキー、ラッキーマン、スーパースターマン好きやったな。よし、スーパースター、スーパースターマンって、ごめんこれね、多分俺と同い年ぐらいの人しか知らないんじゃないかな今の曲。よし、よっしゃ、頑張るぜ。ちなみにあられちゃんちょっと使ったことがないんで。主な特徴、元気いっぱいのリマキあられ、無邪気に相手を思いっきり吹き飛ばせ。主な特徴で、そうか、そういうことですか、わかりました、吹き飛ばすぞ。サスケ、今でも俺はお前のことを友達だと思ってる。そう思うのはお前だけだ。いいから殺しに来い。クピッポー、うんちゃん、あられだよ。うわ、かわいい、かわいい、あられちゃんかわいい。奥義を尽くさねば、この俺は倒せんぞ。やっぱり怖いよ。今回は捕獲じゃねえ、駆除だ。よし、今から喋りません。あられちゃいいな。やべえ、ラッキーマンめっちゃ強いんだけど。ラッキーマンめっちゃ強いんだけどね、こいつ。ラッキーマンめっちゃ強くない？みんな強いね。はーい、
おおすげえ、アメちゃんすげえ。ケンシロウかっこよさそう。面白かった。やべえ、ラルちゃんかわいいな、いいな。いやてかラッキーマン強かったね。途中であの運が下がってなんかちょっとなんか色も暗くなってダメな感じだったけど、やっぱ大吉の時って強いんだね、アラルちゃんって。アラルちゃんじゃねえ、ラッキーマンって。うん、いやラッキーマン面白いな。ちょっとケンシロウはかっこよさそうなんで、ケンシロウ使いたいですね。あとサポートでね、サスケの千鳥はすごく役に立った気がします。うん、はい、とりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。そんじゃ終わります。バイバイ。いやごめん、もう一回やり直し。そんじゃ終わります。うんちゃごめん、恥ずかしかった。バイバイ。